どうもシュメルです。今回はね Pixel 5を開封してファーストインプレッションをまとめたいと思います。まずはね同コンブスについて見ていきますが、 18W 出力の充電器、そして USB ケーブルですね、これが両側が Type-C のものになっています。そして SIM ピン、説明書など入っていて、あとねデータ移行に使う USB アダプターっていうのが付いています。以上がね同コンブスになりますね。で次はねデザインなんですけれども、僕が買ったのはねソータセージというやつで、これねグリーン系のカラーで、本当にね何とも言えない例えようのない緑色してるんですよね。材質はねアルミニウム製で、メタリックな感じっていうのはね正直一切しないんですよね。むしろねものすごく滑らかに加工した石のタイルを触っている質感で、今までにないね触り心地なんですよね。でさらに指紋もね全然つかないので、かなり気に入っています。まあ結局ですね、ケースをつけてしまうので、まあ、ずっと触ってるってわけじゃないんですけれども、質感とかね本当に裸で持つにはかなり満足できるその材質だと思います。あとはね背面指紋認証を採用していて、これね Pixel 4a よりも明らかに反応スピードと精度が良くなっています。で次に電源ボタンはねシルバーの色味のアクセントがついていて、さらにカメラバンプっていうのはねめちゃくちゃ小さくなっていますんで、これもかなりグッドポイントですね。基本的にね僕あんまりデザインにうるさいユーザーではないんですけれども、めちゃくちゃデザインは気に入っています。あと忘れてました、重さね、軽さはねもう半端なく軽いです。これね 4000mAh も中に入っているとは思えないぐらいの軽さなんで、ここもめちゃくちゃいいポイントですね。忘れてました。次はね Geekbench 5のスコアなんですが、これはねもう全く大したことのない数値ですよ。シングルスコアが597で、マルチスコアが1647で、これはね本当に Pixel 4a の数値と比べてもですね全然まあグレードアップ感がないんですよね。お見せしますけれども、528そして1509とね Pixel 4a よりもまあ 10% ぐらいしか Pixel 5の方が処理能力の数値は上がっていないというねベンチマーク上のスコアにはなってます。ですのでね、やっぱりヘビーゲーマーには Pixel 5は向かない端末かなというふうに見ています。まあ、僕のね使い方では、まあ、ゲーム全然しないので Pixel の OS の軽さと最適化を、まあ、踏まえたらですね全く問題のない処理能力ではあるんですけれども、まあゲームを長期間ねこう2年3年って続けたい人には多分向いていない端末だと思います。次にねディスプレイの印象なんですが、これがね 6.0 インチの有機 EL ディスプレイ、フル HD プラスの解像度でリフレッシュレートが 90Hz なんですけれども、まあ、通常ね 60Hz から 90Hz の間を自動的に、まあ、切り替えてくれています。で 90Hz に常時使用したい場合はですねディベロッパーモードにしてそれを選択するという方法があります。画質に関してはね有機 EL 特有のパンチのある絵作りで、まあ、開封直後のファーストインプレッションとしてはかなり僕は満足しています。でそれよりももっと重要なのがこのベゼルレス化がかなり進んだことですね。 Pixel 4a よりもですね 0.2 インチ大きい6インチと、まあ、5.8 インチなんですけれども、これね画面同士合わせて背丈をね比べたら分かるんですけれども、本当にねほとんどデバイスの大きさって同じなんですよね。ほんのわずかに Pixel 5の方が、まあ、大きいんですけれども、もうほとんど気づかないぐらいですよね。なのでこれはねベゼルレス化かなり進んでいて、非常にいいそのデバイスの大きさになっています。最後はねスピーカーの比較に移ります。今回はね iPhone 11と Pixel 4a で比較したいと思います。
今ねスピーカーの比較聞いてもらったんですけれども、どうですかね。まあその前にね、 Pixel 5のスピーカーの構造だけ話しておくと、これねステレオスピーカーなんですけれども、あの音がね出てるのはこのボトムの部分と、あとねディスプレイの下にスピーカーを配置している構造になっているので、アンダーディスプレイスピーカーっていう構造をとってるんですね。で音質に関してはね、まあ曲にもよりますが、こうボーカルが前に出てくるっていう印象が強くて、あともしくはこうメインの音ですよね、そういったものがこう前面に出すっていう、まあ、音の作り方をしていますね。音量はかなり大きいので音量は申し分ありません。ただですね、まあ、言ったように、まあ、受話口から音が出る構造ではないので、正直ねこう聞いていて、まあ、ちょっとバランスが悪いなというふうに感じる人も多分ね少数派ではないと思いますね。そういうふうに感じる人は、まあ、結構いるかなというふうに予想しています。まあ全体的にねフラグシップ機としては、まあ、結構満足いくスピーカーではあるんですけれども、まあ、やっぱりこのね受話口から音が出ないっていうのは、こう全体的な音のバランスっていうのが、まあ、耳にこういい感じで入ってこないっていう問題点が一つ、まあ、挙げられるかなという感じです。で一応ね Pixel 4a と iPhone 11との比較の話をすると、まあ、4A よりかは当然ね Pixel 5の方がいい音は出ています。まあ、しかしですね、段違いにいい音が、まあ、生まれてるかっていうと別にそういうわけではないっていうのが、まあ、一つ挙げられて、次に iPhone 11と、まあ、比較した場合は、これはね音全体のバランスっていうのはね、やっぱり iPhone 11はね受話口から音が出てるんで、こうバランスよく、まあ、iPhone 11の方が、まあ、聞こえてくるっていうのはあります。まあ、全体的な音質の差っていうのは Pixel 5と11とでは大きな差はありませんっていうのはね、ちょっと言っておきたいと思います。以上がね今回の Pixel 5の開封動画とファーストインプレッションの内容になるんですが、数日後にはねこの Pixel 4a とカメラ比較動画を作りたいと思いますので、その辺もね期待していてください。で1週間後ぐらいにはねこちらの、まあ、レビューを撮りたいなと思っていますので、期待していただければなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。